皆さんこんにちは。こんにちは。本日は4位で奮闘されている古巣ファイターズのお話を聞きたいと思います。はい、頑張ってる。頑張ってますよ、ね、いやめちゃくちゃ頑張ってますよ。そうですよね。もちろんファイターズファンからするといやもっと上行きたいんだっておっしゃるかもしれない、うん、奮闘してる。僕は見てた、僕ら中日応援してる人にすると、はい、いやだから前にもちょっと話したと思うんですけど、もう怪我人が続出の開幕してさあ行くぞっていうとこからもうどん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 怪我人が出ちゃって、全くあの新庄監督が描いてた構想通りじゃないスタートになっちゃったんですよ。要因はだからやりくりのうまさでしょうね。だから中継ぎだったピッチャーを2人今先発に持ってきてて、でそこがしっかりゲームメイクしたり勝ったりしてくれてるし、で一番はやっぱり3本柱、加藤、上沢、伊藤大海、この3人がしっかりと、まあ伊藤大海もねちょっと WBC の疲れでちょっと出遅れてたんですけど、ようやく勝ち出して今いいパフォーマンスも出せてて、今後しっかりこう勝っていくんだろうなっていうのも見えてるし、その3本柱がまずしっかりしてることっていうのが大きくて、で結構中継ぎに負担がずっとかかってたんですけど、で結構接戦が多くて、で最後の最後12回で負けたりとかっていう試合も多かったりするから、中継ぎがね結構惜しいんですよ。もう一つで勝ち切ったらもっともっとね、当然なんですけど上に行けるんだけど、その接戦でちょっと負けが多かったりするのがね、とたまに傷だったりするんですけど、あとまあすみません、やっぱりこう派手分かりやすいところを聞きたくない。あの鈴木投手とかってあんな簡単にこう転向ってできるもんなんですか。だからびっくりですよね。シーズン途中に言われて1回2軍で投げてそのまま1軍でやってる子ですからでもすごい様になってるっていうか、全く力みもなくて、まっすぐの125キロぐらいです。それもね、なんか自信持って全然ストライクゾーンにどん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 投げていくんですよ。で、やっぱりあんだけ地面スレスレから来るから、あの軌道ってやっぱなかなかないし、まあ、バッターも捉えられる。キューペ、でもよく投げれるもんですね、本当に。投げれないし、あと、これ新庄監督だから言えるっていうか、なんか、どうなんか、逆転の発想じゃないけど、今までこれでダメだったじゃんって。じゃあ思い切ってもうちょっと変えるんじゃなくて、もう全く違うことでやって、で誰もやってないことやったらこの世界で生きていけんじゃないっていうヒントというかチャンスをくれたわけだよね、新庄監督は。でそこでなんか変にそのアマチュアからのプライドがあったりする選手は、いや僕はこれで勝負しますみたいな、そういう子も今までやっぱいるんですよ。でそうなった結果どうなったかっていうところの話であって、だからもう鈴木健也に関してはもう大正解ですよね。加藤投手、去年も活躍されてて、はい、2年連続ってなってくるといよいよ本当にちゃんとこうもう一段階上のピッチャーになられたのかなっていうふうに。そうですね、あの去年もまあ2桁は勝ってないのかな。去年は見ると8勝7敗ですけど、でも去年の勝率で言ったらもう2桁の、うん、そうなんですよ。だから打線がね弱かったりとかっていろんな兼ね合いがあって、年間通してその規定投球回以上投げてフォアボールが11個しかない。少なで彼の場合ってびっくりする球ないんですよ。140ちょっとぐらいのストレートでフォーク、まあ変化球が多彩だったり、80キロのカーブ投げたり、それもまた器用に投げたりね。だからすごくそのテクニックがあるんですよ、投球術っていう。でそれでもうトン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 その長いイニング投げてくれるし、だからすごくいいピッチャーです。ただ心配なのね、今年 FA なんですよ。もう引く手あまたですよ、このピッチャーは。拓大光陵、新日鉄、鈴木健也、カズサマジック。そう、今まであんまり目立たないっていうか、まあローテ入ってんなぐらいの感じだったんですけど、本当去年ですよ。やめてよこれ。すごい出身、もちろん千葉って書いてますね。いや、いらんでしょ。いや、まただから吉井監督なんですよ。そことの絆もあるんですよね。そうなんですか。だからどうなのかなって、絶対吉井さんは手挙げるなと思ってて、分かんない、こればっかり僕はもう分かんないけど、先日2打席連続のホームランを放った逆輸入の加藤豪将選手についても聞きたいです。うん、
ちょっとだからすごくこう期待されて入ってね、うん、もう怪我が立て続けに起こっちゃって、ようやく先日一軍でデビューできたんですけど、すごいですよね。もう早速1打席目でヒット打って、でちょっと彼もすごく緊張してたと思うんですけど、すごくそれでホッとしたと思うし、ほんで先日は2ホーマーでしょ。いやー、新庄監督は本当にありがたいんじゃないですか。うん、私フォームでちょっと気になったんですけど、なんかあんまりこう あんなにこうシンプルなフォームでなんか打つ方って少ないなと思うんですけど、なかなかプロで見ないよ ね。で本当にバットをねこの肩に乗せて、うん、でそのまんまポーンって出すだけなんですね。これはで僕彼と初めて会った時に驚いたんですよ。で僕なんかバッティング練習とか見ててちっちゃいなと思ったの。加藤豪介ちっちゃいなこの選手と思って、でパーって球場のところの近くですれ違ったらでかってなったんですよ。あのバッターボックス見たらすごくちっちゃい選手に見えるんですよ。でどっちかっていうと、まあ、これまあ言い方まあ彼もどうかわかんないですけど短足なんですよ。僕は野球選手って一番重要な要素、短足の方が絶対いいと思ってて、わかんないです。あの宮本さんに聞いてください。僕は思ってる。やっぱりあの低く動く作業が多いんですよ。内野手もでピッチャーも昔は僕も短足なんですけど、もう短足の方がいいっていう、シャコタンの方がいいっていう。だからうわこれはいい選手だなと思ってて、で多分そのバッティングフォームも普通みんなトップ作ってそっから振りって飛ばそうとするんですけど、彼はここにトーンと置いてて、ポンってそのまま最短距離でトップも何もないんですよ。でそれはやっぱ彼のその逆輸入なんですけど、アメリカでずっと長いことやってきながら、向こうってもう150キロ60キロ当たり前なんですよ。でその彼が向こうで通用するためにどうしたらいいんだと思ったのは多分アジャストなんですよね。そのボール内のコンタクト率を上げようってしたと思うんですよ。だから無駄な動きをなくしてピッチャーのスピードボールの力を使ってトンってミートしてあげる、すると打球が飛ぶっていう、多分まあ僕彼と話してないから分かんないですけど、その構えとか打ち方見たらどう考えてもそうだよなっていうのは感じましたよね。少年野球で主軸じゃない人たちがなんかこう真似したらすごくなんかああいう風に打ってる人もいたなって思い出したんです、僕少年野球とかで、うん、なんかこうバッティングが苦手なって子に直接こうやって出せみたいな指導してたような。無駄な動きが全くないでしょ。最短距離なんですよ。もうボールが来たボールに対してここのバット置いてる肩のとこからポンって出すだけ。いやもう本当にこのポンって出しただけでホームランになっちゃうんだって思ったんですけど、それはだから本当にうまいんですよ。ピッチャーの球の力を利用してるから。でそこをね、普通のバッターやっぱ自分の力でボーンって飛ばそうとしたりする選手もいるし、それはまあ人それぞれなんですけど、非常に独特ですよね。だからアメリカでこういうスタイルになったんだろうなっていうのは感じてます。まあだからまた日本ハムっていうチームもすごく良かったと思うし、で新庄監督が一軍に上がってきた彼にかけた言葉が、あんまりその背負わなくていいから楽しんでくれって言ったらしいんですよ。でそれですごく楽になったって彼も言ってたし。ちなみにバッティングは2ホーマーあったと思うんですけど、はい、守備はどうですか。守備はなんかやっぱアメリカで鍛えられたなって感じがしてて、だグラブのハンドリングがすごく上手。一回そのエスコンでね、ちょっとボテボテの前のゴロとかあったんですけど、あんまりそのさっき上背がすごいあるって言ったじゃないですか。僕ちっこくて小回りがブーって効くタイプだと思ってたんですよ。したらやっぱあの上背通り走り方もやっぱちょっと大股だったり細かくないんですよ。だからその辺もちょっとそのアメリカの野球かなって。でボテボテの打球にこうバーンってハンドリングで処理しようとしたんだけど、高いんですよ状態が、低くなってないんですよ。で日本人の多分日本人で鍛えられた選手ってそこをバッて下半身頑張って低くしてザッて入るのに、ずっと突っ立って大股で走りながらこうこれでさばこうとしたんですよ。多分そこちょっと僕
宮本さんに判断してほしいなと思うんですけど、あそこを例えば細かくいって、でさっき言ったんですけど足短足なんですよ。そこの低いのを生かしてもっと低く入らないと僕はやっぱちょっといけないのかなって、ちょっと、まあ、僕も一応元野手だったんで、まあ、セカンドをされてるっていうおっしゃってました、はい、っていうのはちょっと気になったんですけど、でもアメリカって多分そういう指導ないし、どっちかっていうとこのハンドリングで全部こなしちゃうよみたいな感じだと思うんで、まあ、そこはちょっと気になりましたけど、ただ普通のだから正面の打球とかちょっと両サイドの打球なんていうのはやっぱ上手、そつなくこなしてる。そしてあのやっぱりね、日本ハムといえば4番の万波選手も注目ですよね、はい、いやおめでとうございます。本当に、まあ、去年も覚醒しかけてたんだけど結局シーズン通して無理 で今年いよいよで、これも正直な話、開幕のオーダーに新庄監督絶対入れてなかった。キャンプオープン戦の戦い方見てたら彼入ってなかった選手なんですよ。でもこれだけの故障人、あの怪我人が続出して、で彼にチャンスが巡ってきて、で毎日のようにこういろんな打順やったりするんですけど、もうそこでしっかりこう結果出しましたよね。で彼って分かりやすく弱点がもうあった選手なんですけど、そこを今年の僕キャンプからバッティング練習見てて、でどっちかって言ったらやっぱ振り回して飛ばす力あるんですよ。振り回して引っ張るバッターだったんですね。でこれやっぱアウトコースの低めとかにこれ絶対弱点あるよなと思ってたら、やっぱそこ振っちゃったりしてたんですけど、あのそこ振らなくなりましたよね。でキャンプとかオープン戦見てると、もちろんレフトに引っ張ったホームランもあるんだけど、センターとか右中間方向に結構ホームラン行き出してるんですよ。でその意識って僕すごく良かったなと思ってて、でそういうことで多分彼が相当なレベルアップしてるんですよね今で。4番は本当は野村勇気っていうのを新庄監督絶対固定するって言ってたんだけど、まあその辺の調子のこういう波もあったりして、今マンチューがすごく頑張ってそこを掴み取ったっていうところですよね。しかも打点も2位で、そうなの、ね、しかも2塁打もトップだということですけど、うん、やっぱ長打力魅力だし、でその中で確実性も出てきてるから、だからいや本当楽しみな選手ファームって多いんですよ、ね、多いですね。でこれ で清宮は6月中旬ぐらいに実戦復帰だったりするし、もうだから逆に言うとこれから戦力が整ってくるって考えてもらった方がいい。二遊間っていうのはどういう風なショートですよね。だからもうそこがね結構な誤算で、上川畑選手がねなかなか上がってこないんですよ。であの自慢の守備も結構トンネルとか僕何回か見てるんですけど、だから打てなくても守備で使ってた、あの新庄監督ずっと使い続けてた部分ってあったと思うんですけど、その守備でも精細書き出して、で最近ちょっとスタメン外れたりも増えてきてる。本来であれば上川畑がやっぱ守備がもうキャンプから見ててやっぱ抜けてるんですよ。キャンプの時はやっぱ抜けてる感じがやっぱ、いやもう抜けてました。そんなにやっぱり上手なんですね。めちゃくちゃうまいです。久々に見た、あんなうまい。あ、そんなに有望は有望なんですね。まあそのシーズン序盤ってあの打てなくても守備ちゃんとできてたんですよ。でもなんかそれこそもうその打撃のスランプが長すぎて、でなんかいよいよこれ守備にも影響出たのかなって、やっぱこっちとしてはそういう見方しちゃったんですよね。で新庄監督がどういうタイミングか分かんないけども、まあスタメンも外し出して、ここはだいぶ試練ですね。でもね結構我慢して使ってる、結構我慢して使ってました。そうですよね。たまにこうじゃあ決勝タイムリーとか打ったりして、やった来たわこれって、もうこっから上がってくるやろうと思っても次の日パッタリ打てなかったりとか、なかなかこう簡単じゃないなっていう今のこの上川畑選手のバッティング、はい、うん、そうですね。でもその代わりに出てるその水野はいい選手、いい選手ですか。もうなんかねちょっとぜひ顔を見てほしいんですよ、はい、もうなんか効かなそうな顔して、なんかこうもうなんか根性ありそうな顔してるでしょ、うん、だから一回ね、守備で記録ヒットだったんですけど、難しい打球ポンって弾いてでヒットだったんですけど、その次の打席で
同点タイムリーかなんか打ってるんですよね。でその時にのコメントがもう守備で僕ミスしてるんでって、ヒットなのには気持ちが前面に出るんですよ。打席とかの顔つきとかめっちゃ好きなんですよ。確かにそういう選手ってちょっと応援したくなりますよね。なるでしょ、なるでしょ。そしてですね、はい、ちょっとお伺いしたい選手がおりまして、元中日のアリエル、はい、マルティネス投手選手について聞きたいです。うん、で先日というか、6ホーマーなんですけど、うん、今。いや、今、量産体制入ってますよ。もうだから本当に、前のこの野球一貫さんで話したんですけど、その時はちょっとこう上がり気味のところで、でそこから完全に乗りましたよね。もう今ずっと安定して。でキャッチャーでも出るんだけど、僕 DH で使うかなと思ったんですけど、ハンソン選手っていう独立リーグから入った選手がいて、で、その選手が内野手登録なんだけど、ちょっと守備がひどすぎて、DH で使わなきゃいけない状態なんですね。だから、アリエルは、マルチネスは、ファーストで出場する機会が非常に増えてて、で、やっぱりキャッチャーやったから、こう、内野のね、そのゴロの処理のワンバウンド送球結構取るんですよ。めちゃくちゃ上手だし、でバッティングの状態もいいから、やっとこうチームに打ち解けたなっていう感じは、今打線に欠かせないですよね。うん、順位予想何位だったんですか。順位予想3位にしましたよね。いないっすよ、申し訳ない、すいません、誰もいない、申し訳ないですけど、いないっす、全員最下位でしたもん。そうですね、申し訳ないです、すいません。僕はそこだから日本ハムの解説するからとか忖度じゃなくて、普通にキャンプから見て、すごい、これは戦えると思ったんですよ。ただですよ、これ僕が予想してたのはベストメンバーでの開幕スタートだったんですよ。でも全く違う形でスタートして今この4位にいるって相当すごいなと思ってます。新庄監督の采配もどうなんですか。なんかもう今年だけでも開幕からと、もう今小里さん入ってからぐらいでももうちょっと変わってきてたりする部分もあるんですか。いや、だから結局、今年新庄監督ってもうブレずに行きますって言ったんですよ。でそれが僕キャンプオープン戦からすごく見て取れてて、もう打順も守備も全然動かさなかった。でそれが結果ですよ、蓋開けてみたらもう怪我人続出で、それができなくなっちゃったんですよ。でそんな時に何したかって言ったら、日替わりですよ。日替わりの選手、日替わりの打順を毎日やってるんですよ、今ずっと。じゃあなんでこれでこの結果出るんだって、去年やってたからなんですよ。去年全員トライアウトだって言って、全員に一軍で出場機会与えて、で毎日違うメンバーで戦ってたんですよ。だそこに慣れてる選手たちしかいないんですよ。だからそこに順応できてるんですよ、今の子。っていうのは僕すごく感じてて、だから去年やってきたことも間違いじゃなかったし、で逆に言うとこれから戦力が整ってきた時に、新庄監督これブレずにまた戦い出すんかなっていうのを期待してたりするし、めちゃくちゃ面白い。本当にこうどっかでパフォーマンス選考みたいなイメージもあったりするから、どっかで見てたのがやっぱり不思議なもんで、こうやって成績上がってくると監督すごいんじゃないのっていうふうにやっぱり思い出してきますよね。もう正直他の球団のその戦力とか見て、ファイターズの戦力見たら、いや新庄監督かわいそうってやっぱちょっと思ってしまう人もいっぱいいたと思うんですよ。ただ若くて楽しみな選手はいっぱいいるんだけども、ただいきなり一軍でこれで戦えって言われてもなかなか難しいぐらいの戦力だったと思うんですね。それはやっぱり新庄監督がその若い選手たちをうまく乗せてうまく育ててるから、これだけの結果になってるっていうのは間違いなく監督の言葉だと思います。では来月もファイターズの情報をまた追いかけていきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。